どうも、こんにちはす。今回は皆さんにちょっと思いをね、伝えたいっていう、そういった動画になりますので、あの、たまにやってる、こう、編集をね、まるっきりなしの動画となりますので、あの、具だったらごめんなさいあ。頑張って伝えますんでね、よかったら受け取ってもらえたら嬉しく思います。で、まあ、タイトルとかサムネイルでね、だいぶネタバレしてるかと思うんですが、私、受験の時、本番で入試会場、まあ、試験会場に、皆さん参考書とか持ってる方多いと思うんですけど、参考書一切持っていかずに、当時の MD ウォーク版、 だっていうなちょっとみんな分かんなかったかもしれないあのイヤホンで聞けたんですよで好きなね16曲ぐらいをねこのちっちゃい CD みたいなこう入れてねそれを聞いてたんですよそれと漫画しか持っていかなかったんですねでこれをなんでこういうことをしたのかっていうのを皆さんに伝えていきたいと思いますで実はこれ毎回それしてたわけじゃなくって大学受験の本当に最後の最後です国公立の前期を落ちてで前期までは参考書持ってってたんですよで後期それ落ちたらもう浪人ですよっていう 最後の瀬戸際、一番プレッシャーかかって一番俺が病んでた時ね、の試験で初めてそれを導入しましたで。なんでそれを導入するに至ったかっていうことを今回伝えていきたい。で、それを聞いていただいたら、もしかしたら、まあ多分、うん、受験生、特にね、試験直前の方なんかは、一回ちょっと立ち止まって、自分と向き合う時間を取っていただけるんじゃないかなって。 切羽詰まると人は前しか見ません。前に進むことしか考えなくなってしまう。で、自分の生徒もそうでした。でもそういった時だからこそ、立ち止まって、あの、ちょっと自分と向き合う時間っていうのは必要だと思うんですよね。そういった時間にしてほしいなと思って少し話していきます。ちょっと自分がた,がたりになりますけどね。付き合っていただけたら嬉しいです。で、なんでかっていうとですね、ちょっとその前で経緯を話しますね。経緯を話すと、私国公立の東京学芸大学っていうところを目指しておりまして、で、前期を受けたんですよ。で前期は、 不完全燃焼で不合格になりましたサクックと言うとあの体調を崩して受けに行ったらあの簡単な、えー、と公式が出てこずにほぼ白紙で終わったんです試験が90分か120分か1科目ね数学のみなんですけどやってた時にあもう落ちたなっていう背中にこう滴り,滴り落ちる <laughs> 冷や汗の感覚感触しか覚えてないみたいなそんな入試でしたでその後にですねそれがすごいショックで自分の中で落ちたこともショックでしたけど やりきれなかった1年間死に物食いで勉強してきたのででこれでもでもそれでもね出し切れなかったっていうことがショックでで勉強机に座って下向くと吐き気が止まんなくなるしみたいな状況になったんですよ。で,で、ね、そっから最終的には試験会場に漫画を持ち込むっていうふうになったんですよ。だから何かっていうと、あのー、今までまあ今当時みんなの方が特にそうなんですけど。 情報っていろんなものがゲットできますよね。例えば試験会場での過ごし方なんて検索したらいっぱい出てくるじゃないですか。いろんな人がいろんなことを喋ってるはず。で、うちらの時はインターネットがそこまでえっとこう普及してなかったので、そこまでなかったんですけど、例えば友達とか、先輩とか、先生とかね、いろんな人に話を聞くことができたから、まあ、過ごし方一つとっても結構違うわけです。言ってることが。で、まあ、でも、過ごし方って多くの方が参考書を言うじゃないですか。ね、で書いてあって。で、私もそうしてたわけですよ。でも、 その前期の時もそうだったんですけど参考書って直前に見るじゃないですか見るとですね何が起こるか俺の場合ですよ何が起こるかっていうと分からないあれ忘れてるんじゃないかなって思ったりとかあれパッて解放あ答えね解き方が出てこないみたいなことが起こって焦るんですよでその緊張感とか手と背っぱ詰まってるんでできることよりもできないこと目を向けたくないところの方が目がいっちゃうんですよね で、それが積み重なって焦るんですよ。試験直前に。で、リズムが崩れるんです。だからさ、よくね、私言いますけど、初めて試験監督がいた時の一枚目めくった時に、どんな気持ちでめくれるかがすごく大事だと思ってて、それがもうグダグダで始まったんですね。体調悪い上に頭ポーっとするし、で、そうやって焦ってるし、みたいな。で、自分その、学芸大学受ける前に私立の一般3つ受けたんですけど、全部落ちたんですよ。しかも A 判定とかの判定取れてたのも落ちちゃって。トン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 って4連敗してて、 でも自分もいっぱいいっぱなってるしでその時に会場での過ごし方もそうだしそれまでねその2時、えっと前期が落ちちゃってで後期までの時間の過ごし方一つもそうなんだけど誰かが言ってたものを完全にそれを真似して採用するんじゃなくてそうじゃないと自分にとって必要なのはんだって自分に合ってる過ごし方自分に合ってる勉強は何なんだいって向き合おうと思ったんですよ。人の真似ばっかりしてたからずーっと考えることなくね。 そう。だから、そこを考えたときに、自分は、その、スラムダンクがすごい好きで、だ結局会場に行って、1時間半とか2時間前ぐらい多分会場着いたのかなあの、うち、群馬に住んでるから、学芸まで2時間半ぐらいかかっちゃうんで、あの、遅延とかね、電車が起こると怖いからさ、早めに出て早めに着いてたんだけど、普通に多分 CD、あの、c とか曲聴きながら、スラムダンク読むみたいな <laughs>、風に過ごしたの。それは、そう過ごすことが、絶対俺には合ってるって、 思ったし、決めつけたんだよね。自分の中で。だって、自分の中でのさ、答えなんて自分で決めつけちゃえばいいじゃん。それが難しいんだよ。分かってるそれが難しいんだけれども、でもこれって誰でもできるし、これをやる力って絶対に生きてる上で必要だと思っている。だから皆さんが今ね、多分勉強さ、この時期、入試直前とか、大事な試験、ま、その3年生の受験生だけじゃなくてもね、大事なテスト前とかってさ、切羽詰まってきてくるとさ、 やってることすべてが間違ってるんじゃないかって思いません例えば勉強をしてても伸びてる気がしない。できてる気がしない。合ってる気がしない。やってることがね。って思っちゃうんですよ。疑うのってすごく簡単なんです。人って。だけど自分でやってることはこれでいいんだよって。俺はこれで合ってる。私はこれでいいの。もううるさいなって。<laughs> そう言える力ってすごく大事だと思います。 で特に、まあ、今回はね受験直前の方が多分見てる方多いと思うのでその方にね伝えたいのが、あのー、受験直前の過ごし方にしても、まあ、試験会自分が過ごした、まあ、自分が選択してねその選んで過ごした過ごし方とかそれが合ってたかどうかっていうのはきっと結果論になります。 合格して、あ、じゃああれでよかったじゃんっていう美談になるよね。そうすると。で、うまくいかんかったら間違ったじゃんってなるわけ。結局結果論なんですよ。でも結果論って何かっていうと、終わってからしかしかわかんない。だから途中経過。今みんなが過ごしてる今の段階では決めつけるしかないんだわ、自分で。で、それをぜひやってほしい。何が答えかなんてないよ。もし、その試験、まあ、あと入試が1週間。 あるってなった時にもう一週間私はダラダラした方が絶対に合ってるからって心から思えるんだったら俺それでもいいと思ってるもん。だってそれでいいって決めつけられてるんだから。その方が自信を持って会場に行けるからね。ただ、どんな過ごし方をしてもどの選択肢を選んでも不安とか焦りとかは消えないから。 あ,あ、間違ってるんじゃないかなっていう、その疑心暗鬼の部分っていうのは消えないから。それは絶対付きまとってくる。だから、それも気にしない。絶対、どの選択肢を選んでも疑う気持ちは出てくるから。 でも、自分が考えて、自分と向き合って、私にはこれがいいんじゃないかなって。SNS を開けば、いろんな人がいろんなことを言ってるよね。同級生、同じ学年の人がさ、うわ、試験前に10時間も勉強してるって方もいる。それも正解なんだよ、その子にとっては。でも、その子が10時間やってるからって、あなたが10時間やんなきゃいけないってわけじゃないでしょ。それは違うって。だから、自分と向き合って、自分の過ごし方はこうなんだ。自分はこれを選んだんだっていうのを、自信を持っていいんだよって言ってあげてください。 いいんだよっていうのは、普段から言う癖をつけてほしいし、一番言ってほしいのはやっぱり寝る直前ね。寝る前に自分でしてお休みって、今日の選択肢、よかったぜって言ってやって、言い聞かせてやっていいんだから、別に一人に見られてるわけじゃないんだから恥ずかしくないよ。自分で済むんだから。だからそうやって過ごしてください。自分も結局ね、その後期はなんとかうまくいったの。最終でね、受かったから、だからこうやってビタみたいに話すことができてんじゃんって思うと思うじゃん。そうなんだよ、結局。みんなもそうなる。 ね。だから、これを見てる方が全員が全員ね、その、せ、あの、最終的に、えっと、目指してた合格ってものが100%掴めるとは思ってないよ。そんなね、綺麗事は起きないとは思ってる。でも、そうやって向き合うことで、あなた自身の合格パーセンテージは絶対に上がると信じてる。これは間違いない。だから、まあ、勉強の休憩中とかにも構わないから、ちょっと時間取ってさ、あの、考えてごらん。で、自分と向き合って、自分にとって何がいいのかなって。自分の機嫌は自分で取るんだから、いいんだから取って。 だから自分で選択して、その選択したものを信じて、最後、突き進んでください。で、最後ね、試験がもうめくる、1枚めくった時に、よし、やるぞっていう気合を込めて1枚目をめくる。そして試験監督が鉛筆を置いてください、ペンを置いてくださいって言って、閉じた瞬間に自分に対して、お疲れ様って、心の底からのお疲れ様を言って、入賞を終えてもらえたらと思います。私はこんなこと喋ることとか、みんなのことその願うことしかね、できないけど、 あの、本気で願ってますんで、最後、駆け抜けてもらえたらと思います。ということでね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また来週の月曜日、何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では、ちょっとね、あの、天候が、あの、暖かくなって寒くなってするんでね、体調崩しやすくなっておりますので、体調気をつけつつ、最後、頑張っていきましょう。それじゃま戻れバイバイ頑張ってよ